源氏物語。竹川。紫式部。与謝野明子役。姫たちは、常少女にて、春ごとに花争い。送り返せかし、明子。ここに書くのは、源氏の君一族とも離れた、最近に亡くなった関白田城大臣の家の話である。つまらぬ女房の生き残ったのが、語って聞かせたのを書くのであるから。 紫の筆のあとには遠いものになるであろう。またそうした女たちの一人が光源氏の子孫といわれる人の中に正統の子孫とそうでないのとがあるように思われるのは自分などよりももっと記憶の不確かな老人が語り伝えてきたことで間違いがあるのではないかと不思議がって言ったこともあるのであるから今書いていくことも。 みんな真実のことでなかったかもしれないのである。玉かずらの生児の産んだ個人の関白の子は、男三人と女二人であったが、どの子の未来も幸福にさせたい。どんなふうに、こんなふうにと、空想を大臣は描いて、成長するのを、もどかしいほどに思っているうちに、突然亡くなったので、遺族は、夢のような気がして、 大臣の志していた姫君を宮中へ入れることも、そのままに捨てておくより仕方がなかった。世間の人は、目の前の勢いにばかり寄って行くものであったから、強大な権力を振るっていた関白の後も、財産、領地などは少なくならないが、出入りする人がみるみる減って、寂しく静かな家になった。玉鶴夫人の兄弟たちは、広く栄えているのであるが、 貴族たちの肉親同士の愛は一般人よりもかえって薄いもので大臣の生きている間さえもそう親密に往来をしなかった上に大臣が少し思いやりのない村木な性質で恨みを買うこともしたためにか遺族の力になろうとする人も格別ないのであった六条院は初めと変わらずこの一人として庄司を見ておいでになって ご遺言状の遺産の分配をお書きになった者にも、霊泉院の中宮の次へ、庄司をお加えになったために、夕霧の右大臣などは、かえって、兄弟の情を、この夫人に持っていて、何かの場合には援助することも忘れなかった。男の子たちは、元服などもして、それぞれ一人並みになっていたから。 父の勢力に惹かれておれば思うように行くところが行かぬもどかしさはあると言っても自然に放任しておいても年々に出世はできるはずであった姫君たちをどうさせればよいことかと庄司は反問しているのである帝にも宮遣いを深く希望することを大臣は申し上げてあったのでもう妙霊に達したはずであると年月をお数えになって 受の御義塾が絶えずあるのであるが、中宮お一人に、ますます蝶が集まって、他の高級たちの惨めである中へ、遅れて上がっていって妬まれることも苦しいことであろうと思われるし、また、存在の分からぬ哀れな高級に娘のなっていることも、親として見るに応えられないことであるからと思って、庄司はお受けをするのに躊躇されるのであった。冷 ご婚節に、女吾として、印散をさせるようにと、お望みになって、昔、庄司がお志を無視して、大臣へ嫁いでしまったことまでもまた、恨みしげに仰せられて。今では、一層年も取り、光の淡い身の上になっていて、取り柄はないでしょうが、安心のできる親代わりとして、私にください。お手紙には、こんな風なお言葉もあるのであったから、これは、どうであろう。 自分が全省の祝宴で結婚をした後でお目にかかったのを飽き足らずおぼしめしたことが恥ずかしくもったいないことだったのであるからお詫びに変えようかなどとも思ってなお庄司は迷っていた美人であるという評判があって恋をする人たちも多かった「右大人家のクロード少将」とか言われている子息は三条の夫人の子で 近い兄たちよりも先に役も進み大事がられている子で、性質も善良な出来の良い人が熱心な求婚者になっていた。父母のどちらから行っても近い間柄であったから、右大人家の息子たちの遊びに来るときは、あまり隔てのない取り扱いを、この家ではしているのであって、女房たちにも懇意なものができ、意思を通じるのに便宜があるところから。 夜昼、この家に来ていて、うるさい気もしながら心苦しい求婚者とは、障事も見ていた。母の雲井のカリ夫人からも、そのことについての手紙も、始終寄せられていた。まだ軽い身分ですが、しかも、お許しくださるご行為を、あるいはお持ちくださることかと思われます。と、夕霧の大臣からも言ってよこされた。玉飾夫人は、上野姫君を、 ただの男とは決して結婚させまいと思っていた。次の姫君は、もう少し、少々の官位が進んだ後なら、与えても差し支えがないかもしれぬと思っていた。少々は、許しがなければ盗み取ろうとするまでに、深い執着を持っているのである。もってのほかの縁と玉かずら夫人は思っているのではないが、女の方で同意をせぬうちに、 暴力で結婚が遂行されることは、世間へ聞こえたとき、こちらにも隙のあったことになってよろしくないと思って、クロード少将の取り次ぎをする女房に、決して、過失をあなたたちから起こしてはなりませんよ。と戒めているので、その女も恐れて、手の出しようがないのである。六条院が、晩年に、巣作院の姫宮にお生ませになった若君で、 霊泉院が巫女のように大事に遊ばす4位の侍重はその頃十1 4でまだ小さく幼いはずであるが年齢よりも大人びて感じの良い若きんちになっていて将来の有望なことが今から思われる風貌の備わった人であるのを庄司は巫女にしてみたいように思っていたこの邸は女3の雨宮の三条のお邸に近かったから 源侍従は何かの時にはよくここの子息たちに誘われて遊びにも来るのであった。妙齢の女性のいる家であるから出入りする若い男で自身をよく見られたいと願わぬ人はないのであるが要望の美しいのは四終来るクロード少将感じの良い貴人らしい艶な姿のあることはこの四位の侍従に超えた人もなかった。 六条院の巫子という思いなしがしからしめるのか、源侍従は、他からも、特別な優れた存在として扱われている人である。若い女房たちは、ことさら大騒ぎして、この人を褒めたたえるのであった。庄司も、人が言う通りだね、実際素晴らしい金たちね。などと言っていて、自身が出て、親しく話などもするのであった。 院のご親切を思うとお別れしてしまったことがひどい損失のような気がして悲しくばかりなる私がおかたみと思ってお顔を見ることのできる方でも右大臣はあまりにご立派なご身分で何かの機会でもなければお会いすることもできないのだからと言っていて正治は源自重を弟と思って親しみを持っているのであったから。 その人も近い親戚の家としてここへ出てくるのである若い人に共通した浮きはついたことも言わず落ち着いた風を見せていることで2人の姫君付きの女房はみんな物足らぬように思って挑みかかる風な冗談もよく言いかけるのだった正月の元日に庄司の弟の大納言子供の時に父と一緒に来て 二条の院で高砂を歌った人であるその人、藤中納言。これは、牧柱の君と同じ母から、生まれた関白の長子、などが、がを述べに来た。右大臣も、子息を六人とも連れて出てきた。要望を、はじめとしてまた並ぶ人なき立派な体幹と見えた。子息たちもそれぞれきれいで、年齢の割合からいって、みんな簡易が進んでいた。 物思いなどは少しも知らずにいるであろうと見えた。いつものように、クロード少将は、ことに秘蔵息子らしく、その中でも見えたが、気の浮かぬ風が見え、恋をしている男らしく思われた。大臣は、貴重だけを隔てにして、少女と昔に変わらぬ風で語るのであった。用のない時にも伺わなければならないのを、失礼ばかりしています。 年が行ってしまいまして、御所へ参る以外の外出が、もう一切億劫に思われるものですから、昔の話を伺いたい気持ちになります時も、そのままに済ませてしまうようになるのを遺憾に思います。若い息子たちは、何の御用にでもお使いください。誠意を認めていただくようにするがいいと教えております。もう、この家などは、 誰の念頭にも置いていただけないものになっておりますのに、お忘れになりませんで、ご親切にお尋ねくださいましたのを嬉しく存じますにつけましても、院のご講師が、私を今になっても幸福にしてくださるのだと、かたけなく思うのでございます。庄司は、こんなことを言ったついでに、霊仙院からあった仰せについて、大臣へ相談をかけた。しかとした講演者を持ちません者が、 そうしたところへ出てまいっては、かえって苦しみますばかりかとも思われますが、宮中からもお話があるということですが、どちらへお決めになっていいことでしょうね。因は、ごくらいをお去りになりまして、森のご時代は過ぎたように、ちょっと考えては思うでしょうが、類いもないご美貌でいらっしゃるのですから、まだお若々しくて、立派に育った娘があれば。 差し上げたいという気に私もなるのですが、優れた高級が終わりになるのですから、その中へ入らせてよいような娘は、私になくて、いつも残念に思われるのです。一体、女一宮の女子は同意されているのですかこれまでも、よく、人が、そちらへのご遠慮から、印さんを断念したりするのでしたが、都大臣は正した。女子さんから、 それぞれで退屈な時間もあなたに代わってその人の世話をしてあげることで紛らしたいなどとおすすめになるものですから私もインさんを問題として考えるようになったのでございます。と庄司は言っていた後からも来た高官たちはここで一緒になって三条の宮へ参賀をするのであった須作院のご恩子を受けた人たちとか 六条院に近づいていた人たちとかは今も入道の宮へ時折の敬意を表しに参ることを怠らないのであったこの家の左近中将宇宙弁侍従なども大臣の友をして出て行った大臣の率いていく人数にも勢力の強大さが思われた夕方になって源侍従の薫がこの家へ来た 昼間玉カ夫人の前へ現れたこの人よりも、やや年長の金たちも、それぞれの特色が備わっていて、悪いところもなく、みんなきれいであったが、後に来たこの人には、それらを超えた美があって、誰の目も引きつけられるのであった。美しい物好きな若い女房たちなどは、やっぱり違っておいでになる。などといった。 こちらのお姫様には、この方を並べてみないでは、こんなことを聞きにくいまでに言って褒める。そう騒がれるのにたるほどの優雅な虚子を源侍従は見せていて、身から放つがも清かった。貴族の姫君と言われるような人でも、頭の良い人は、この人を優れた人というのは、もっともなことだと、くらい認めるかと思われた。庄司は念頭堂にいたのであったが、こちらへ、 と言わせるので東の階から上がって、妻どの口のミスの前へ、薫は座った。前になった庭の若木の梅が、まだ開かぬつぼみを並べていて、うぐいすの初恋も整わぬ背景を追ったこの人は、恋愛に関した戯れでも言わせたいような美しい男であったから、女房たちはいろいろな話を仕掛けるのであるが、静かに、 言葉少なな応対だけより自重がしないのを悔しがって、最小の君という高級の女房が歌を読みかけた。降りてみば、糸どにおい日も勝るやと、少し色めけ梅の初花。早く歌のできたことを薫は感心しながら。よそにては、手へんたすあて、第3水準1の84の80、きなりとやてえむらん。下に、におい減る梅の初花。 疑わしく大思いになるなら、袖を触れてごらんなさい。などと言っていると、また女房は、真実は色よりもこう。口々にこんなことを言って、引き揚らんばかりに騒いでいるのを、奥の方からいざって出た玉かずら夫人が見て、困った人、あなたたちは、気まじめな人を捕まえて、恥ずかしい気もしないのかね。とそっと言っていた。 生真面目な人にしてしまわれた憐れむべきなだと源侍従は思ったこの家の侍従はまだ天井の務めもしていないので参加するところも少なくて早く家に帰ってきてここへ出てきた朝霞の木の折り敷2つに菓子と杯をのせてミスから出された右大臣はお年が行けば行くほど院によく鬼ましになるが 侍従は鬼になったところは、お顔にないが、様子に、しめやかな艶なところがあって、院のお若盛りが、そうで終わりになったであろうと想像されます。などと薫の帰った後で、庄司は言って、昔を懐かしくばかり追想していた。辺りに残った芳しい子までも、女房たちは褒め合っていた。源侍従は生真面目男と言われたことを残念がって。 二十過ぎの梅の森になった頃、恋愛を介しない、一味の欠けた人のように言われる不名誉を清算させようと思って、富士獅中を訪問に行った。注文を入っていくと、そこには、自身と同じ、脳死姿の人が立っていた。隠れようと、その人がするのを引き止めてみると、クロード少々であった。神殿の西座敷の方で、琵琶と十三弦の音がするために、 夢中になってて立ち聞きをししいいたらしい苦しそうだ人が死闘と認めぬ望みを持つことは普通の道から行っても罪作りなことになるであろうと薫は思った箏の音がやんだのでさあ案内をしてください私にはよく勝手が分かっていないからと言ってクロード少々と連れ立って西の綿殿の前の勾配の木のたりを歩きながら サイバラの「ウメガエ」を歌っていく時に薫の侍従から放散する甲は梅の花の甲以上にさっと家へに折ってはいったために家の人は妻戸を押し開けてワゴンを歌に合わせて引き出した世の声の歌に対しては女のことでは合わせうるものでないのに自信のある引き手だと思った薫は少々と一緒にもう一度ウメガエを繰り返した琵琶も 非常に華やかな音だった。全く芸術的な家であると面白くなった薫は元日とは変わった打ち解けた風になって冗談なども今夜は言った水の中からワゴンを差し出されたが2人の金立は譲り合って手を触れないでいると夫人は末の子の自重を使いにしてあなたのは昔の太政大臣の妻夫によく持っているということですから 是非お聞きしたいいと思っているのです今夜は、ウグイスに誘われたことにしておびきくだすってもいいでしょう。と言わせた。恥ずかしがって引っ込んでしまうほどのことでもないと思って、大して熱心にもならず、薫の引き出したことの音は、音波の遠く広がってゆく、華やかな気のされるものだった。接近することの少なかった親ではあるが、亡くなったと思うと、 心細くてならぬ障子が、ワゴンに、追母の心を誘われて身にしむ思いをしていた。この人は、不思議なほど亡くなった大納言によく似て、おいでになって、琴の音などは、そのままのような気がされました。と言って、障子の泣くのも、年のいったせいかもしれない。少々も、良い声で、咲きそうを歌った。批評家などがいないために、みんな、今日に乗じて、 色々な曲を次々に弾き、歌も多く歌われた。この家の侍従は父の方に似たのか音楽などは不得意で友人に杯を勧める役ばかりしているのを友から「君も進む灰の字にだけでも何かをするものだよ」と言われて竹川を一緒に歌ったがまだ少年らしい声ではあるが面白く聞こえた。 水の中からもまた、杯が出された。あまりよっては、平生なま心に抑制していることまでも言ってしまうということですよ。その時はどうなさいますか。などと言って、薫の侍従は、杯を容易に受けない。小打ち器を下に重ねた細長の懐かしい薫光の匂いの死んだのを、この場のにわかのまとい頭に、庄司は出したのであるが。 どうしたからいただくのだかわからない。と言って、カオルは、この家の富士侍従の方へ、それを乗せかけて帰ろうとした。引き止めて渡そうとしたのを、ちょっとお邪魔するつもりでいて遅くなりましたよ。とだけ言って逃げていった。クロード少将は、この源侍従が意味ありげに訪問した今夜のようなことが続けば、誰も、みんな、 行為をその人ににばかり持つようう、なるであろう自分はいよいよ惨めなものになると悲観していて、水の中の人へ恨めしがるようなことも、後に残っていっていた。人は、みんな、花に心を移すラらい一人ぞ、国府春の夜の闇。こう言って、探索しながら帰ろうとしている少々に、水の中の人が、檻からや哀われも知らん、梅の花ただかばかりに移りしもせじ。 と変化をした。翌朝になって、源侍従から富士侍従のところへ、昨夜は、失礼をして帰りましたが、皆さんのお気持ちを悪くしなかったかと心配しています。と、夫人たちにも見せてほしいらしく、金がちに書いて、端に、竹川の橋打ち出し一節に、深き心の底は知りきや。という歌もある手紙を送ってきた。すぐに、 神殿へこの手紙を持って行かれて自重の母夫人や兄弟たちも一緒に見た。字も上手だね。まあどうして今からこんなに何もかも整った人なのだろう。小さいうちに陰とお別れになってお母様の宮様が甘やかすばかりにしてお育てになった方だけれど光った将来が今から見える人になっていらっしゃる。 などと庄司は言って自分の息子たちの字の拙さをたしなめたりした藤獅子の返事は実際幼稚な字で書かれた昨夜はあまり早くお帰りになったことでみんな何とか言ってました竹川によう深さじと磯岸もいかなる説を思い浮かましこの時以来薫は藤獅子の部屋へよく来ることになって 姫君への同型を常に伝えさせるのであった。少々が想像した通りに、家の者は、みんな、この人を悲喜にすることになった。まだ少年らしい弟の侍重も、この人を姉の婿にして、同じ家の中で結び合いたいと願っていた。三月になって、サクサクラ、散る桜が混じって、春の気分の高潮に達したころ、寒な家では、 退屈さに、夫人たちさえ、橋近く出て、庭の景色ばかりが眺め回されるのであった。玉鶴夫人の姫君たちは、ちょうど18、9くらいであって、要望にも性質にも、どりどりな美しさがあった。姫君の方は、鮮明に気高い美貌で、華やかな感じのする人である。普通の人の妻にはふさわしくないと。 母君が高く評価しているのも、最もに思われるのである。桜の色の細長に、山吹などという時節に合った色を、いくつか下にして重なった裾に至るまで、どこからも愛嬌がこぼれ落ちるように見えた。身の取りなしにもあなたらしい品の良さがそっている。もう一人の姫君はまた、薄香梅の上着に、映りの良いたくさんな黒とした髪を持っていた。 柳の糸のの糸ようにかかっているるである背が高くて艶に澄み切った清楚な感じのする聡明らしい顔ではあるが華やかな美は全然姉くん一人のもののように女房たちも認めていた子を打つために姉妹は今向き合っていた髪の質の良さ瓶の毛の顔へのかかり具合など両姫君とも共通して見事なものであった 自重が審査役になって、姫君たちのそばについているのを兄たちがのぞいて、侍従はすばらしくなったね。後の審査役にしていただけるのだからね。と、大人らしくからかいながら、基調のすぐそばに座ってしまうと、女房たちは、急に居住まいを直したりした。上の兄の中将が、公務で忙しくしているうちに、 姫君の愛子を自重に独占されてしまったのはつまらないね。というと、次の兄の宇宙弁が、弁官は、また、特別に御用が多いから、忠誠ぶりを見ていただけないからと言っても、少しは親尺していただかないでは。という。兄たちの友情談に困って碁を打ち、刺して恥じらっている姫君たちは、美しかった。御所の中を歩いていても、 お父様がおいでになったらと思うことが多い。などと言って、中将は涙ぐんで妹たちを見ていた。もう二十七八であったから、風彩も立派になっていて、妹たちを父の望んでいたように、華やかな高級の人として見たく思っているのである。庭の花の木の中でも、ことに美しい桜の枝を折らせて、姫君たちが、 この花が一番いいのね。などと言って楽しんでいるのを見て、中将があなた方が子供の時に、この桜の木を私のだ私のだと取り合いをした時に、お父様は姉さんのものだとおきめになって、お母様は小さい人のだとおきめになったから、泣く騒ぎまではしなかったけれど、双方とも不満足な顔をしたことを覚えていますか。 こんなことを言い出して、また、この桜がおいきになったことでも、過ぎ去った歳月が数えられて、力になっていただけたどの方にも、どの方にも死に別れてしまった不幸な自分のことが思われる。とも言って、泣きもし、笑いもしながら、平成ほど時間の経つのを気にせずに、中将は母の家にいた。たの婿こうになっていて、 こちらへ来て静かに暮らす余裕のある日などを持たないのであるが今日は花に心が惹かれて落ち着いているのである。庄司はまだこうした人々を子にして持っているほどの年になっているとは見えぬほど今日も若々しくて森の美貌とさえ思われた霊仙院の帝は姫君をご懇毛になっているが真実はやはり昔の庄司を。 恋しく思われになるのであって何かによって交渉の起こる機会がないかとお考えになった末姫君のことを熱心にお申し入れになったのであるインさんの問題はこの子息たちが反対したどうしても見栄えのせぬことをするように思われますよ現在の勢力のあるところへ人が寄っていくのも自然なことなのですからねインはご立派なご夫妻で あの方の高級に自することができれば女として幸福至極だろうとは思いますが森の過ぎた方だと今のご一からは思われますからね音楽だって花だって鳥だってその時その時に適したものでなければ魅力はありません東宮はどうですかなどと中将が言うそれはどうかね初めから立派な方が上がっておいでになって お愛をもっぱららににしておいでになるのだからそれだけでも資格のない人が後では言って言っては苦痛なことばかり多いだろうと思うからねお父様が本当にいてくだすったらこの人たちの遠い未来までは分からないとしても差し当たっては何の引け目もなしにどこへでもお出しになっただろうがねと庄司が言い出したためにめいった空気に満ちてきたのもぜひないことである 中条などが立っていった後で、姫君たちは、打ち差しておいた碁を、また、打ちにかかった。昔から争っていた桜の木を賭けにして、三度打つ中で、二度勝った人の桜にしましょう。などと戯れに言い合っていた。暗くなったので、勝負を、縁側に近いところへ出てしていた。水を巻き上げて、双方の女房も固唾を飲んで、 番の上を見守っているちょうどこの時にいつものクロード少将は自重のところへ来たのであったが侍従は兄たちと一緒に外へ出たあとであったから人気も少なく静かな邸の中を少々は一人で歩いていたがろの戸の空いたところが目について静かにそこへ寄って行って覗いてみると向こうの座敷では姫君たちがこの勝負をしていた。 こんなところを見ることのできたことは、仏の出現される前へ気合わせたと、同じほどな幸福感を少々に与えた。夕明かりも霞んだ日のことで、さやかには物を見せないのであるが、すくづくと眺めているうちに、桜の色を着た方の人が恋しい姫君であることも見分けることができた。チりナンの地のという歌のように、後のちの形見にも面影をしたいほどうららつやな顔であった。 いよいよ、この人を他へやることが、苦しく少々に思われた。若い女房たちの打ち解けた姿なども、夕明かりに、みんな美しく見えた。5は右が勝った。高麗の乱情、競馬の時に、右が勝てばそうされる楽が、なぜ始まらないのと得意になって言う女房もある。右が、ひいきで、西のお座敷の方に寄っていた花を、 今まで作法に貸して大き遊ばした決まりがつきましたのですね。などと、愉快そうに、右方のものは生やし立てる。少々には何があるのかもよくわからないのであるが、その中へ混じって一緒に遊びたい気のするものの、誰も見ないと信じている人たちのところへ出ていくことは、不作法であろうと思って、そのまま帰った。もう一度だけああした機会に会えないであろうかと。 少々は、その後も、恋人の体をうかがい歩いた。姫君たちは、毎日花争いに暮らしているのであったが、風の荒く吹き出した日の夕方に、小から乱れて散る落花を、惜しく残念に思って、負け方の姫君は、桜ゆえ風に、心の騒ぐかなおも、ヒグマなき花とみるみる。こんな歌を作った。その方にいる最小の君が、 咲くと見て勝は散りぬる花なれば、負け狂るを深き恨みともせず。と慰める。右の姫君。風に散ることは、世の常枝ながら、うつろふ花をただにしもみじ。右の女房の大夫。心ありて、池の右わにおつる花泡となりても、我が方によれ。勝った方の道女が、庭の花の下へ降りていって、花をたくさん集めて持ってきた。 大空の風に散れども、大河のがものぞとかき集めてみる。左の道女の瞬くんが、それに応えて、大河におい日またに散らさじと、おほふばかりの袖ハーリアは、気が狭いというものですね。などと悪く言う。そんなことをしているうちに、ずんずん月日のたっていくことも、妙霊の娘たちを持っている庄司を心細がらせて、一人で、 姫君たちの将来のことばかりを考えていた。因からは、毎日のように、ご催促の消息をお送りになった。女房からも、私を、他人のように、大思いになるのですか。因は、私が中で阻んでいるように憎んで、おいでになりますから、それは、お戯れではあっても、私として辛いことですから、できますなら、なるべく近いうちに、 そのことの実現されますように、こんな風に懇節に言ってきた。それが宿命であるために、こうまでお望みになるのであろうから、ご辞退するのはもったいないと庄司は考えるようになった。出道具類は、父の大臣が、すでに、十分の準備をしておいたのであるから、新しく作らせる必要もなくて、ただ、女房の装束類その他の、簡単なものだけを、 娘のインさんのために玉カズラ夫人は用意していた。姫君の運命が決せられたことを聞いて、クロード少将は死ぬほど悲しんで、母の夫人にどうかしてほしいと責めた。夫人は困って、私の出てまいる問題でないことに私が触れますのも、盲目的な親の愛からでございます。この気持ちをご理解してくださいますならば、なんとか。 子供の心を慰めるようにお計らい下さいませんか。などと痛々しく訴えてきたのを、庄司は、気の毒で困ってしまうばかり。と短索をしながら、どの道を取りますことが、娘の幸福であるかも分からないのですが、院からの仰せがたびたびになるものですから、私は思い悩んでいます。ご愛情をお持ちださるなら、しばらくお忍び下すって。 慰安の方法を私が講じますのを待ってもらいますことが世間体もよろしいかと思われます。こんな返事を書いたのは姉君の院さんを済ませてから妹を与えたいという考えらしい。同時にそれをするのも世間へ見せびらかすようなことにもなるし少々の勘をも少し進ませてからにした方がいいからとこんなふに玉飾夫人は思っているのであったが男は この望み通りに、妹の姫君へ恋を移すのは不可能に思っているのである。ほのかに顔を見てからは、面影に立つほど恋しくて、どんな日にこの人をまた見ることができるであろうかとばかり嘆いているのであったから、もう望みのないこととして諦めねばならぬことになったのを非常に悲しんだ。今さら、何の斐もあることではなくても、なお、 自分の気持ちだけは通じておきたいと思って、少々が自重の部屋へ訪ねていくと、その時自重は源自重から来た手紙を読んでいたのであって、隠してしまおうとするのを少々は奪い取ってしまった。秘密があるように思われたくもないと思って、自重は強いて取り返そうとはしなかった。それは、表面にそのことは言わずに、ただ、 なんとなく人生が暗くなったというようなことばかりの書かれた手紙であった。つれなくて、かぐる月日を数えつつ物恨めしき春の暮れかな。ともある。こんなふうに余裕のある恨み方をするだけで足りている人もある。自分があまりに無が夢中になって恋に焦ることが、一つはこの家の人に好感を与えなかったのであろうと、少々は。 こんなことを思ってさえも胸の痛くなるのを覚えるためにあまり自重とも話をせずに親しくする女房の中条の君の部屋の方へ歩いて行きながらもこれも無駄なことに違いないと短足ばかりをしていた侍従が源侍従へ書く返事の相談をするために母のところへ出て行くのを見ても少々は腹が立つのであった若い人であるから 失恋の悲しみに落ちては救われようもなくなったようにばかり思うのだった。見苦しいほどにも恨めしがり、悲しがって言い続ける少々の相手になっている中将の君は、痛ましく思って、返事もあまりできないのであった。後の勝負のあった夕方に隙見をしたことも、少々は言い出して、せめて、あの瞬間の楽しさだけでも、もう一度経験したい。 何を目的にして、今後私は生きていくのでしょう。けれど、先は、もう短い気のする私ですよ。無情も情けであるというように、死んでしまえるなら、かえってこれが良かったかもしれませんね。真面目に、こんなことを言うのである。同情はしていても、何とも慰める言葉のないことではないかと、中将の君は思うのであった。 夫人が姉君に変えて、次女を許そうとしていることが、少しも嬉しい風でないのは、あの桜の夕べに開け放された座敷まで、ことごとく、この人は、見ることができたために、こうした病的なまでの恋を、一人の姫君に寄せるようになったのであろうと思うと、道理にも思えた。姫君がお聞きになりましたら、一層、けしからん考えを持って、おいでになると大思いにな ご同情が減るでしょう。う私のお気の毒に思っておりました気持ちも、もうなくなりましたよ。無茶なことばかりお言いになるから。正面から、中将が攻撃すると、そんなことは構わない。人は、死ぬときになると、何も怖いものはなくなりますよ。それにしても、後の勝負におまけになったのは気の毒だった。私を、 寛大にお扱いくだすって、あの時目くばせをして、そばへ呼んでくだすったら、良い助言ができたのに、勝たせてあげたのに。などと言って、また、イデや謎数ならぬ身に、かなは、ぬは、人に負けじの心なりけり。とも歌った。中将の君が笑いながら、割りなしや強気によらん勝ち負けを、心一つにいかが認する。という態度までも、 冷淡に思われる少々であった哀れとて手を許せ、貸し行き死にを君に任する我が身とならば、冗談を混ぜては笑いもし、また、泣きもして、少々は、夜通し、中将の君の曲から去らなかった。翌日は、もう4月になっていた。兄弟たちは、木の代わり目で、みんな御所へ参るのであったが、少々一人は、 めいり込んで物思いを続けているのを母の夫人は涙ぐんで見ていた。大臣も、委のご感情を害してはならないし、自分がそうした間代に携わるのもいかがと思ったので、せっかく正月に会っていながら何も言い出さなかったのは間違いだった。私の口から是非と混網すれば、同意の得られないことはなかったろうにと思われるのに。などと言っていた。 この日もいつものように、少々からは、花を見て、春は、暮らしつ、今日よりや、刺激な劇の下に国白。という歌が恋人に送られた。姫君の居間で高級な女房たちだけで、失望した求婚者たちの痛ましいことが言い並べられているときに、中将の君が、生き死にを君に任すとお言いになりましたときには、それを、 言葉だけのこととは思われなかったのですから気の毒でございましたよ。と言っているのを、庄司は哀れに聞いていた。大臣やその夫人に対する義理と思って、なお娘を忘れぬ志があるなら、その時には、誠意の見せ方があると、妹君をそれに当てて玉かすら夫人は思っているのである。しかし、 印さんを阻止しようとするような態度は極めて不愉快であるとしていた。どれほど立派な人であっても、普通人には絶対に与えられぬと、父である関白も思っていた娘なのであるから、印さんをさせることすら、未来の巧妙のない点で、庄司は、寂しく思っていたところへ、少々のこの手紙が来て女房たちは、憐れがっていた。中将の君の返事。 ぞ知る空を、眺むる景色にて、花に心を移しけりとも。まあお気の毒な、ただ、言葉の遊戯にしてしまうことになるではありませんか。などと横から言う人もあったが、中将の君はうるさがって書き換えなかった。四月の九日に、庄司の長女は、院の高級へ入ることになった。右大臣は車とか 善苦をする人たちとかおかずを多く使わした。雲もいのカリ夫人は、姉の生司を恨めしくは思っているが、今までは、それほど、親密に手紙も書き交わさなかったのに、あの問題があって、たびたび書いて送ることになったのに、それきりまた疎くなってしまうのもよろしくないと思って、まとい頭用として、女の衣装を幾組も送った。気の抜けたようになっております。 人を介抱いたしますのにかかっておりまして、私は、まだ何も知らなかったのでしたが、知らせてくださいませんことは、うとうとしい遊ばされ方だと、お恨みいたします。という手紙が沿っていた。応用に言いながらも、恨みのほのめかせてあるのを、庄司は哀れに思った。大臣からも手紙が送られた。私も上がろうと思っていたのですが、 に近親日にあたるものですから失礼いたします。息子たちは、どんな御用にでもお心安くお使いください。と言って、源少々、表餌などを使わした。ご親切は十分ある方だ。と言って玉鶴夫人は喜んでいた。弟の大納言のところからも女房用にする車をよこした。この人の夫人は、 古伯の長女でもあったからどちらから言っても親密でなければならないのであるが、実際はそうでもなかった。藤中納言は、自身で来て、衣服の弟の中将や、弁の金達と一緒になり、今日の世話に立ち働いていた。父の関白がいたならばと、何につけてもこの人たちは思われるのであった。クロード少将は、例のように、面々と恨みを書いて、 もう生ききれなく見えます命のさすがに悲しい私を、哀れに思うと、ただ一言でも言ってくださいましたら、それが力になって、しばらくはなお命を保つこともできるでしょう。などとも言ってあるのを、中将の君が持っていった時に、今では、二人の姫君が別れることを悲しんで、めいった風になっていた。夜も昼も、大抵一緒にいた二人で、 今と今の間に戸があって、斎藤になっていることをすら飽きたらぬことに思って、双方、どちらかが、一人の今へ行っていたような姉妹が、別れ別れになるのを悲観しているのである。ことに、美しく化粧がされ、晴れ着をつけさせられている姫君は、非常に美しかった。父が、天使の高級の第一人に模擬していた、自分であったがと、そんなことを思い出していて。 寂しい気持ちに姫君がなっていた時であったから少々の手紙も手に取って読んでみた立派に父もあり母も揃っている家の子でいてなぜこうした感情の節制もない手紙を書くのであろうと姫君はいぶかりながらもそれ限りで諦めようと書かれてあるのを真実のことかとも思って少々の手紙の端の方へ「哀れてふつねならぬ世の一言も いかなる人に駆け来るものぞは、生死の問題についてだけ、ほのかに、その感じもいたします。とだけ書いて、こう言ってあげたらどう。と姫君が言ったのを、中将の君は、そのままクロード少将へ送ってやった。珍しい獲物のように、これが非常に嬉しかったにつけても、今日が何の日であるかと思うと、また、少々の涙は、 めどもなく流れたまたすぐに恋しな縄たが名はたたんなどと恨めしそうなことを書いて生ける世の死には心に任せねばきかでややまん君が一言塚の上にでも哀れをかけてくださるあなただと思うことができましたらすぐにも死にたくなるでしょうがこんなことも二度目の手紙にあるのを読んで姫君はせねばよい返事をしたのが残念だ。 あのまま送ってやったらしいと苦しく思って、もうものも言わなくなった。院へ従っていく女房も道女も、綺麗な人ばかりが選ばれた。儀式は、御所へ女房の上がる時と変わらないものであった。庄司は、まず女房の方へ行って、話などをした。新女房は、夜が更けてから、お宿直に上がっていったのである。妃の宮も女房たちも、もう、 みんな長くじしておられる人たちばかりで、若い人といってはないところへ、花のような美しい新女子が上がったのであるから、院のご寵愛がこれに集まらぬわけはない。大変な大声であった。飢えないごくらいにおわしました当時とは違って、唯人のようにしておいでになる院のお姿は、よりお美しく、より光るお顔と見えた。生児が 当分娘に沿って院にとどまっていることであろうと、院はご期待遊ばされたのであるが、早く帰ってしまったのを残念におぼしめし、恨めしくもおぼしめした。院は、源侍従を、始終おそばへ大きになって愛して、おいでになるのであって、昔の光源氏が帝のご長寿であった頃と、同じように幸福に見えた。院の中では、妃の宮の方へも、 女一宮のお母女吾の方へも、この人は、みんな心安く出入りしているのである。新女吾にも、敬意を表しに行くことをしながら、心の内では、失敗した旧婚者をどう見ているかと知りたく思っていた。ある夕方の、しめやかな気のするときに、薫の侍従は、富士侍従と連れ立って、院のお庭を歩いていたが、新女吾の住居に近いところの御用の木に、 藤が美しくかかって咲いているのを、水のそばの石に、苔を敷物にかいて、二人は腰をかけて眺めていた。露骨には言わないのであるが、失恋の気持ちを、それとなく、薫は共に漏らすのであった。手にかくるものにしあらば、藤の花松より勝る色を見ましや。と言って、花を見上げた薫の様子が身にしんで、気の毒に思われた藤侍じは、 自身は、無力で友のために尽くすことができなかったということをほのめかして、薫をなだめていた。紫の色はつうえ、通へ、ドフジの家臣にえこそ任せざりけれ、真面目な性質の人であったから、深く同情をしていた。薫は、失恋に、それほど苦しみもしていなかったが残念ではあった。クロード少将は、どうすればよいかも自身でわからぬほど、 失恋の苦に悩んで自殺もしかねまじい気色に見えた。求婚者だった人の中では目標を次女に移すのもあった。クロード少将を母夫人への義理で次女の婿にもと思いかつて少子はほのめかしたこともあったがあの時以後もう少将はこの家を訪ねることをしなくなった。院へは 無大人家の子息たちが以前から親しく参っているのであったが、クロード少将は、新女子の参って以来、あまり思考することがなくて、まれまれに、天井の詰所へ顔を出しても、その人は、すぐに逃げるようにして帰った。帝は、個人の関白の意思は、姫君を受代させることであって、院へ祀ることではなかったのを、遺族の取った処置は、腑に落ちぬことにおぼしめして、 中条をお呼びになってお尋ねがあった。天気よろしくはありませんでした。ですから、世間の人も心の中でまずいことに思うことだと私が申し上げたのに、お母様は信じるところが終わりにでもなるように、委さんの方へお決めになったものですから、私らが意見をことにしているようなことは言われなかったのです。ああしたお言葉をおからいただくようでは、 私の善とも悲観されます中将は、冬会議に母を責めるのだった。何も、私がそうでなければならぬと決めたことではなく、随分躊躇したことなのだがね。お気の毒に存じ上げるほど是非にと、院の陛下がご懇もを遊ばすのだもの、講演者のない人は、宮中には行ってからの惨めさを思って、激しい競争などは、 もう誰もなさらないような院の高級へ祀ったのですよ。誰もみんなよくないことであれば、忠告をしてくれればいいのだけれど、その時は黙っていて、今になると、右大臣さんなども、私の処置が悪かったように、それとなくおっしゃるのだから苦しくてなりませんよ。みんな宿命なのですよ。と、穏やかに庄司は言っていた。心も格別騒いではいないのである。 その前将の因縁というものは、目に見えないものですから、お上がああ,あ仰せられるときに、あの妹は前将からの約束がありましてなどという弁解は申し上げられないではありませんか。中宮がいらっしゃるからとご遠慮をなすっても、院の御所には、おばさまの女吾さんがおいでになったではありませんか。世話をしてやろうとか、なんとか、言っていらっしゃってご了解があるようでも。 いつまでそれが続くことですかね私は見てみましょう。御所には、中宮がおいでになるからって、高級が、他に誰も辞していないでしょうか。君に使いたてまつることでは、義理とか遠慮とかを誰も超越してしまうことができると言って、宮遣いを、面白いものに昔から言うのではありませんか。陰の女房が感情を害されるようなことが起こってきて、世間で、 いろんな噂をされるようになれば、初めからこちらのしたことが間違いだったと、誰にも思われるでしょう。などとも中将は言った。兄弟が、また一緒になっても避難するのを、玉かずら夫人は苦しく思った。その新女房院がご長愛遊ばすことは、月日とともに深くなった。7月からは妊娠をした。つわりに悩んでいる新女房の姿もまた美しい。 世の中の男が騒いだのは最もであるこれほどの人を話だけでも無関心で聞いておられるわけはないのであると思われたご愛気を慰めようとおぼしめして音楽の遊びをその御殿でおさせになることが多くて院は源自重をも近くへお招きになるのでその人のことの音などを香るは聞くことができたこの自重が 正月に「ウメガエ」を歌いながら訪ねていった時に合わせてワゴンを引いた中将の君も常にそのお役を命ぜられていた薫は引き手の誰であるかを音に知ってその夜の追走が引き出されもした翌年の正月には男等歌があった天井の若い役人の中で音楽のたしなみのある人は多かったが その中でも優れたものとしての線には、行ってカオ薫の侍従は、右の歌手の頭になった。あのクロード少将は、創学者の中には言っていた。初春の14日の明るい月夜に、当家の人たちは、御所と冷戦院へ参った。叔母の女房も新女後も、見物席を賜って見物した。親王方、高官たちも、同時に院へ志向した。 源大臣とその宗都家の羅城大臣の二系統の人たち以外に華やかなきれいな人はないように見える夜である宮中で行った時よりも院の御所の灯火を晴れがましいことに思って人々は細心な用意を見せて待ったまたそうしあった中でもクロード少将は新女房が見ておられるであろうと思って興奮を抑えることができないのである 美しいものでもないこの夜の綿の花もガザス若金鉢ちに引き立てられて見えた姿も声もみんなよかった竹川を歌って貝のもとへ歩み寄るとき少々の心にもまた去年の一月の夜の記憶がよみがえってきたために粗相も起こしかねないほどの衝動を受けて涙ぐんでいた木崎の宮のお前で陶歌がさらにあるため陰もまた そちらへおいでになってご覧になるのであった。信仰になるに従って澄み渡った月は昼より明るく照らすので、水の中からどう見られているかということに上記して、少々は院のお庭を歩くのでなく漂っていく気持ちで参った。杯を受けて飲むことが少ないと言って自身一人が責められることになるのも恥ずかしかった。日の人たちは 夜通しあちらこちらと回ったために、翌日は疲労して寝ていた。薫寺中に、院からのお召しがあった。苦しいことだ。しばらく休養したいのに、と言いながら思考した。御所で、当家日をご覧になった様子などを、院はお尋ねになるのであった。歌頭は、今まで年長者がするものなのだが、 それに選ばれるほど認められているのだと思って満足した。と仰せられて可愛くおぼしめす御様である。毎春楽く、当家の地に弾く曲のふを口に遊ばしながら、新女房の御天へおいでになる陰のお供をおるはした。前夜の見物に、自邸の方から来ていた人たちが多くて、平勢よりも、水の中の気配が華やかに感じられるのである。 た殿の口のところに、しばらく、薫は、いて、声になじみのある女房らと話などをしていた。昨夜の月は、あまりに明るくて困りましたよ。クロード少々が輝くように見えましたね。御所の方ではそうでもありませんでしたが。などという、薫の言葉を聞いて、心に哀れを覚えている女房もあった。夜のことでよくわかりませんでしたが。 あなたが誰よりもご立派だったということは一致した表でございました。などと口上手なことも言ってまた中から竹川のその夜のことは思い出や忍ぶばかりの説はなけれど誰かの言ったこの歌に薫は涙ぐまれたことで自分の心にも深く染みついている恋であることが分かった。流れての頼みむなしき竹川に世は きものと思い知りにきと答えて、物思いの風の見えるのを女房たちはおかしがった。その人たちも、薫はクロード少将などのように、露骨に恋は告げなかったが、心の中に思いを作っていたのであろうと連ではいたのである。少し余計なことまでも言ったようですが、多言をなさいませんように。と言って、薫が立って行こうとするときに、 こちらへ来るように」と院の仰せが伝えられたので晴れがましく思いながら新女房の座敷の方へ薫は参った以前六条院で10日の翌朝に婦人型ばかりの音楽の遊びがあったそうで面白かったと右大臣が言っていた何から言っても六条院がその周囲へお集めになったほどの優れた人が今は少なくなったようだ 音楽のよくできる婦人などもたくさん集まっていたのだから面白いことが多かったであろう。などとその時代をご追想になる院は楽器の用意をおさせになって新女吾には13元薫には琵琶をお与えになった。ご自身は和言をおびきになりながらこの殿などをお歌い遊ばされた。新女吾のことは未熟らしい話もあったのであるが 今では傷のない芸にお手ら押し込みいなったのでである華やか綺麗な音を出すことができ歌物曲物も上手に弾いた何にも優れた素質を持っているらしい要望も必ず美しいであろうと薫は心の惹かれるのを覚えたこんなことがよくあって新女房と薫の侍従は親しくなっていた 反感を引くようにまでは恨みかけたりはしなかったが、何かの折には、失恋の嘆きをかすめていう香るを、女房の方では、どう思ったか知らない。4月に、院の第二子がお生まれになった。極めて華やかなことの現れてきたのではないが、陰のお心持ちを尊重して、右大臣を、はじめとして、三葉を祀る人が多かった。庄司は、 お抱きしたてから、話せぬようにお会いし申し上げていたが、院から早く参いるようにというご催促が、しきりにあるので、五十日目ぐらいに、新女本は、宮をお連れ申して、院へ参った。院は、ただ、お一人の内心のほかには、巫女を持たせられなかったのであるから、珍らしく美しい小巫女をお得になったことで非常なご満足を遊ばされた。以前よりも、 一層ご長愛が勝って、院のこの御殿においでになることの多くなったのを、おばの女房付きの女房たちなどは、こんな目に遭わないではならなかったろうかなどと思って寝たんだ。おばとメイトの二人の女房の間には、嫉妬も憎しみも見えないのであるが、双方の女房の中には、争いを起こすものがあったりして、中将が母に言ったことは、 兄の直角で真実を予言したものであったと思われた。庄司も、こんな問題が続いて起こる果ては、どうなることであろう。娘の立場が不利になっていくのは、疑いないことである。院のご愛情は保てても、長く持しておられる人たちから、不快な存在のように、新女語が見られることになっては見苦しいと思っていた。帝も いいえ姫君を祀ったことでご不快がっておいでになりたびたびその仰せがあるということを告げる人があったために庄司は申し訳なく思って次女を公式の女官にして宮中へ差し上げることに決めて自身の庄司の職を譲った庄司の辞任と信任名は官で重大なこととして取り扱われるのであったからずっと以前から 玉かずらにはじがあったのに許されなかったところへ、娘へゆすりたいと申し出たのを、帝は王子であった大臣の功労をおぼしめすお心から、古い昔に例のあったことをお思いになって、大臣の未亡人の願いをおいでになり、小田城大臣の女は新勝寺に任命された。これは、この人に定められてあった運命で。 母の夫人の単独に辞職を申し出たときにはお許しがなかったのであろうと思われた。真実は高級であって、庄司の動かない地位だけは得ているのであるから、競争者の中に立つようなこともなくて、気楽に宮中におられることとして、玉頭夫人は安心したのであるが、少々のことを雲稲刈夫人から再度申し込んできた以前のことに対して、自分は、 それに変える優遇法を考えていると言ったのであったが、どう思っているであろうと、そのことだけを気の済まぬことに思った。次男の弁をお使いにして、玉飾夫人は、右大臣へ隔てのない相談をすることにした。宮中から、こういう仰せがあるということを言って、娘を宮使いにばかり出したがると世間で言われるようなことがないかと。 そんなことを私は心配しております。と伝えさせると、おかが不愉快におぼしめすのがお通りであるように私も承っております。それに、公職にお付きになったのですから、その点で、でも、宮中に出資しないのは間違いです。早くおかげになる方がいいと思います。という言葉で大臣は答えてきた。院の女吾の場合のように、 中宮のご了解を得ることに努めてから玉かずらは次女御所へ祀った。両人の大臣が生きておれば我が子は肩身狭く隠してまでの宮遣いはせずともよかったはずであると夫人は物哀れな気持ちをまたえたのであった。姉君は有名な美人であることを帝もお尻遊ばされていたのであったが。 その人でない妹の参ったことで、ご満足は遊ばされないようであったが、この人も洗練されたあなたの風のある人であった。前将寺は、これが終わって、後、山になる考えを持っていたが、あちらも、こちらも、まだお世話をなさらなければならぬことが多いのですから、今日では、まだ普通勤めをなさいますのに、十分の時間がなくて、尼におなりになった回もなくなるでしょう。 もう、しばらくの間そのままで、どちらの姫君のことも、これで安心というところまで見極めになってから、千年に、道をお求めになる方がいい。と子息たちが言うので、そのことも停滞した形であった。御所の娘の方へは、時々夫人が出かけていって、二三日とどまって世話を焼いていもするのであったが、 昔をお忘れきりにならぬお心の見える院の御所の方へは、参らねばならぬことがあっても夫人は行かないのであった。迷惑しながら、もったいなく心苦しく存じ上げた昔があるために、誰の反対をも無視して、長女を院へ差し上げたが、自分の上にまで仮にも背を浮いた名の伝えられることになっては、これほど恥ずかしいことはないのであるからと夫人は思っていても、そのことは、 新女房に言われぬことであったから、自分を、昔から、父は、特別なもののように愛してくれて、母は、桜の争いの時をはじめとして、何によらず、妹の肩を持つ方であったから、こんな風に、愛の紅白をお見せになるのであると、長女は恨めしがっていた。昔に関わるお恨めしさの方が、深い因も、女房にご同情を遊ばして、 母夫人を冷淡であると言って、おいでになった。過去の人間のところへよこされたあなたが軽蔑されるのももっともだ。などと仰せになって、そんなことによっても、ますますこの人を愛しになった。次の年にはまた、新女後が、陰の王子をお産みした。陰の多くの高級の人たちに、そうしたことは耐えてなかったのであるから。 この宿命の現れに世人も驚かされた。因は、まして限りもなく珍しくおぼしめして、この若宮をお愛しになった。在位の時であったなら、どれほど、この宮の地位を交際ある者になし得たかもしれぬ。もう、今では、過去へ退いた自分から生まれた一親王に、この宮は過ぎないのが残念であるとも因はおぼしめした。女一の宮を、 唯一の巫女としてお愛しになった因が、こんな風に、新しい王子、巫女の父におなり遊ばされたことも、かねて思いがけぬことであった中にも、初めてお得になった男宮を、ことさら因のごちんちょう遊ばすようになったことで、女一宮の母女子も、こんなにまで、船長の人をお作りにならないでもいいはずであると、因をお恨み申し上げるようになり、新女子を妬むようにもなった。 そうなってから、新女吾の立場は、ますます苦しくなり、双方の女房の間に、苦い空気が醸されていけば、自然二人の女吾の向上も隔たってゆく。世間のこととしても、人の新しい愛人に対するよりも、古い妻に、同情は、多く寄るものであるから、陰に奉仕する上下の役人たちも、尊いご地位にあらせられるのみや、女一の女の方に、 正しい道理のあるように見て、新女房のことは、反感を持って何かと言い歩くというような状態になったのを、兄の金達らも、夫人に、だから、私たちの申したことは間違っていなかったでしょう。と言って責めた。夫人も、また、世間の噂と、院の御所の空気に苦労ばかりがされて、かわいそうな女房さんほどに苦しまないでも、 幸福をやすやすと得ている人は世間に多いのだろうがね。条件の揃った幸運に恵まれている人でなければ、宮遣いを考えてはならないことだよ。と短足していた。以前の求婚者で順当に出世ができ、婿君であっても、恥ずかしく思われない人が幾人もあった。その中でも源侍従と言われた。 最も若かった講師は三義中将になっていて、今では、匂いの人、香る人と世間で騒ぐ一人になっていた。重々しく落ち着いた人格で、尊い親王方、大臣家から、礼状との縁談を申し込まれても承知しないという取り沙汰を聞いても、以前は、まだ頼りない若い方だったが、立派になって行かれるらしい。玉頭夫人は寂しそうに言っていた。 クロードの少々だった人も、3位の中将とか言われて、もう相当な勢いを持っていた。あの方は、風采だっておよろしかったではありませんか。などと言って、少しはすっぱな性質の女房らは、今のうるさいご境遇よりはその方が良かったのですね。と囁いたりしていた。しかし、今も、玉かず夫人の長女に好意を持つ者があった。 この三位中条は、初恋を忘れることができず、悲しくも、恨めしくも思って、左大臣家の令嬢と結婚をしたのであるが、妻に対する愛情が起こらないで、道の果てなる人たちかごとばかりも豊半とぞ思うなどと、もう翌日は無駄書きに書いていたのは、まだ何を空想しているのかわからない。院の侵入後は、 人事関係の面倒さに自邸へ下がっていることが多くなった。母の夫人は、娘のために描いた夢が破れてしまったことを残念がっていた。御所へ上がった方の姫君は、かえって華やかに幸福な日を送っていて、世間からも聡明で、趣味の高い高級の人と認められていた。左大臣が見まかくなったので、右が左に移って、 アチ大納言で左大将にもなっていた玉頭夫人の弟が右大臣に登ったそれ以下の高官たちにも異動が及んでカオル中将は中納言になり三位の中将は三義になった幸運な人は前にも言った二つの系統の他に見られない時代と思われた源中納言は礼回りに前将寺のところへ来て庭で拝礼をした 夫人は逆を前に迎えて、こんなあばら屋になっていきます家を、お通り過ぎにならず、お寄りくださいますご行為を拝見いたしましても、六条院のみんなご恩だと昔が思われてなりません。などと言っている声に愛嬌があって、華やかに美しい顔も想像されるのであった。こんな風でいられるから、院の陛下は、今も、この人がお忘れになれないのであると。 そのうち、一つの事件をお引き起こしになる可能性もあることをルは感じた。承認を、大した喜びとは思っておりませんが、この場合のご挨拶には、どこよりも先にと思って上がったのです。通り過ぎるなどというお言葉は、平勢の怠慢をお叱りになっておっしゃることですか。真中納言は、こう言うのであった。今日のようなおめでたい日に、 老人のくりごとなどはお聞かせすべきでないとご遠慮はされますが、ただの日にお尋ねくださるお暇は終わりにならないのですし、手紙に書いてあげますほどの筋道のあることではないのですから、聞いてくださいませ。陰に辞しております人がね、苦しい立場に置かれまして、反問をばかりしておりましてね。はじめは、女一宮の女御さんを力のように思っていましたし、妃の宮様も、 六条院のご関係でご寛大にご覧くださるだろうと考えていたことですが今日はどちらも無礼な侵入者としてお鬼み遊ばすようでしたね困りましてね宮様方だけは家を置き申して存在を皆様に嫌われる人だけをせめて家で気楽に暮らすようにと思いまして帰らせたのですがそれがまた悪評の種をまくことになったらしゅうございます 委もご機嫌を悪く遊ばしたようなお手紙をくださいますのですよ。機会がありましたら、あなたからこちらの気持ちをほのめかしてお取りなしくださいませ。離れようのない関係を双方にお持ちしているのですから、おあげしましたはじめは、どちらからもご好意を持っていただけるものと、頼みにしたものですが、結果はこれでございますもの。 私の考えが幼稚であったことばかりを後悔いたしております。玉カズ夫人は短足をしていた。そんなにまでご心配をなさることではないと思います。昔から高級の人というものは、みんな、そうしたものになっているのですからね。ただいまでは、ごくらいをお去りになって、無事簡散なご境遇でも、高級にだけは、平和の来ることはないのですから。 第三者が見れば、勲長に変わりはないと見えることも、その人自身にとっては、些細な差が生じるだけでも恨めしくなるものらしいですよ。つまらぬことに感情を動かすのが、女子先の通平ですよ。それくらいの故障もないと、大思いになって、宮廷へお上げになったのですか。誤認識不足だったのですね。ものを、気におかけにならないで。 冷静に眺めていいいらっしゃればいいのです男が出て掃除をするような問題ではありませんよ。と、遠慮なく薫が言うと、お会いしたら聞いていただこうと思って、あなたをお待ちばかりしていましたのに、私をおたしなめにばかりなるそのあなたの理屈も、私は表面しかご覧にならない理屈だと思いますよ。こう言って玉飾夫人は笑っていた。 人の母らしくこのために気を揉むらしい様子ではあるが、態度は、至って若々しく娘らしかった。新女子もこんな人なのであろう、藤野姫君に心の惹かれるのも、こうした感じよさをその人も持っているからであると、源中納言は思っていた。若い庄司も、この頃は御所から帰ってきていた。そちらもあちらも姫君時代よりも、 全体の様子の重々しくなった若い看下の多い婦人の居所になっていることが思われ、ミスの中の目を晴れがましく覚えながらも静かな落ち着きを見せている薫を婦人は無婿にしておいたならと思って見ていた。新右大臣の家はすぐ東隣であった。大臣の任官披露の大共演に招かれた金たちなどがそこには大勢集まっていた。兵部卿の宮は 左大臣家の乗範弓の二次会、相撲の時の宴会などには出席されたことを思って、第一の貴品として、右大臣はご招待申し上げたのであったが、おいでにならなかった。大臣は、秘蔵にしている次女のために、この宮を向こうに義しているらしいのであるが、どうしたことか、宮はご霊坦であった。来賓の中で、源中納言の以前よりも、 一層立派な青年交換と見える欠点のない容姿に、右大臣もその夫人も目を留めた。共演の張られる隣のにぎやかなものの気配、行き違う車の音、先払いの声声にも、昔のことが思い出されて、古田城大臣家の人たちは、物哀れな気持ちになっていた。兵部京の宮がお見まかれになって間もなく、今度の右大臣が通い始めたのを、 慶長なことのように、人は避難したものだけれど、愛情が長く変わらず、夫婦にまでなったのは、一面から見て、斬心な人たちと言っていい。だから、世の中のことは、何を、最上の幸福の道とは決めて言えないのだね。などと玉飾夫人は言っていた。左大臣の息子の三義中将が、隣に大凶のあった翌日の夕方頃に、 この家へ訪ねてきた。院の女房が家に帰っていることで、一層美しく見える身の作りもしてきたのである。良い役人にしていただきましたことなどは、何とも思われません。心に願ったことの叶わない悲しみは、月が経てば経つほど、せきって言ってどうしようもありません。と言いながら涙を拭う様子で、ややわざとらしい。27、8で、 森の美貌を持つ華やかな人である帰った後で困った金立ちだね何でも思いのままになるものと見ていて簡易の問題などは念頭に置いていないようだねこちらの大臣がお見まかれにならなければここの若い人たちもあの人らなみに恋愛の遊戯を夢中になってしただろうにねと言って玉カズ夫人は短足をしていた 右表へとく、右大便で賛議にならないため、太政官の政務に携わらないのを、夫人は衆はしがっていた。侍従と言われていた抜歯は頭中傷になっていた。年齢から言って、誰も、関東の昇進が遅い方ではないのであるが、人に遅れると言って嘆いている。賛議の職はいかにも若い高官らしく、具合がいいのだけれど。